ゃあ、こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、やっぱり7月31日までどうしてもトレードどこ多くないか、トレードの話。もうね、この時期はねトレードなんですよ、やっぱり。で、実際に劇的なトレードっていうのも今までに何回も起きてきてるんで、まあでも、はい、なんていうの、現役ドラフトで活躍してる人が多いから、はい、無理して動いても現役ドラフトで双方出揃った時にどういう風な取り方をするかっていう方を好むかもわかんないな、はい、これからの傾向として、傾向としてね。でも、まあ、トレードって大事だけどね。そうですよ ね、 大事だけどね。なので今日はじゃ あのどの選手とかどのチームがトレードにということではなく、はい、トレードの裏側、裏側な、それを今日は聞きたいです。いやらしいな。いや、これも現場にいる監督とかコーチとか、まさに GM とか、そういう裏側の人たちしか知らないことなので、まず第一段階としてどこが動き出してトレードが始まるのかっていう、そのチーム内の、まずね、編成っていう部署があって、はい、やっぱそういう人たちがいろんな球団を見に行ってるわけよ。ファームとか、はい、で、あそこにあいい選手がいるなとか、うんうんうん、俺使わないのかなとか、はい、そういうことをこうピックアップはしてるんだよね。まあ、一軍ももちろんそうだけど、はい、うちのチームにあそこ足りないな、あそこに一枚守備固めがいるといいなとか、はい、そういうのを GM と話す。お、編成がまず GM と、そうそうそう、はい、で、目ぼしい選手、まあ、例えば欲しい選手、うん、内野手が欲しいとするじゃない、でピックアップして、じゃあちょっと球団に打診を入れる前にうちの監督に誰と変えられるかっていう探りを入れてくるんだよ。探りなんですか。俺がいた時 DeNA は、はい、やっぱ GM が権限を持ってたから、はい、で監督にその権限はあんまりなかったんだよ、うん、まあ、相談は絶対するけどね、はい、じゃああの選手だったら出せると、うん、交換するかみたいな、うん、まあ、例えば、まあ、藤田と、はい、内村を変えた時っていうのは楽天とのですね、まずね、最初に星野さんと高田さんっていうのは明治で一緒だったんだよ。あ、そうなんですね。高田さんの方が上かな、はい、うん、だからまあ先輩後輩ということで話しやすいと、うん、コーチミーティングとかしてる時にやっぱり今現状は打てない現状の中でやっぱ足を使いたいっていう、話をしてたんだよね、うん、やっぱ足っていうのが一つの武器になるし、うん、足を使いたい。そしたらやっぱ内村っていうのは足速かったし、はい、じゃあ内村と藤田を変えようかって。いや、ちょっと待ってくれと、はい、藤田は日本一守備がうまいと、はい、でもまあ足が欲しいって言ったよなって、藤田は足が遅い、はい、いやいやでもみたいな、うん、やっぱね、いざそうなるとちょっとひるむんだよね。でもまあ高田 GM っていうのはそういうことでひるまないからさ、絶対、いやお前足が欲しいって言ったじゃないかって、はい、じゃあ内村をうまく使える。おお、その時点ではまだ決まってない時ですね。いや、それはね、双方でいろんな問題が起きるよ。そうですよね。守備走塁コーチなんか、はい、内村取ってくれたんですかみたいな、うん、ねえ、そしたら守備走塁コーチの、なんで日本一うまい子藤田を出したんだって。ああ、同じチーム内でもそういうことがあるんですね。だから出した後っていうのは、で監督はやっぱこう迷ってるという、まあ、中畑監督は情が深い人だから、うん、はい、やっぱ入ってくることに関してはウェルカムなんだけど、うん、出されるっていうとものすごく嫌がる人なんだよね、はい、それも気持ちもすごく分かるしね、うんうん、やっぱり優しい人だから、うん、中畑さんって、まあそういうことでトレードされてったけどさ、トレードが成立するっていうのは、うん、やっぱ人脈だよね。まあ言えば原監督と栗山監督っていう、はい、栗山監督が原監督を慕っていて、うん、お願いをしたり、うん、まあ、原監督が困った時は栗山監督にちょっとあの選手出せないかとか、うん、まあ、そういうことで成立することもあるし、はい、だから今後成立しそうなのは中日と西武だよね、 PL で。あ、でもお互い選手がいない中戦ってるからさ、なかなかな、なかなかそうはいかんよな。さっきの話じゃないですけど、じゃあ最終的には中畑監督が、まあ、監督がじゃあその選手を出しても OK ですよって OK、 そこが出さないと上も最終的には、いや GM が OK 出すか出さないか、監督の意思は反映されないんですか。それはもう編成と話してる。そうなんだ。だから俺と中畑監督が呼ばれた時は
もうみたいになったから、もう決まった後決まった後だ、まあ、出すからみたいな、ですよね、こっちの方針はって、まあまあ確かにね、ただまあ確かにそのコーチ会議で足を使いたいって言ってたのは確かな、うんうん、だからそれに伴って高田 GM が動いてくれたし、はい、編成もそういう人間を探してきたと、うん、でその中で内村というのが浮上して、はい、星野監督と話した時に、いや内野手一枚欲しいと、うん、内村が抜けるんであれば、うん、それもやっぱり守備の上手いやつがいい、はい、まあ、それで成立していったんだよ、だからまあそういうことで成立はしていくんだけども、はい、まあ、だけどやっぱり人脈が動くよな、そういう意味ではな、そうですね、だからまあお互い苦しいところではトレードはしないけど、だからまあ例えば高津監督と石井監督、うん、同じヤクルトでチームメイトだった、はい、まあ、そうだったらやりやすいよね、確かにそうですよね、そうそう、まあ、貸し借りの問題もあるだろうけど、まあ、この選手を出せるんだけどこの選手くれないなとか言いやすいよね、確かにそうですね、知った中なので、そうそうそう、でも圧倒的に不成立になってる数の方が多いですかね、成立する数よりも、 DeNA にいた時梶谷がな、うん、ファームに行った時なんかもうくれくれタコラだよくれ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 タコラそんなにもうくれくれ知ってるタコラ知らない、古いかちょっとくれくれタコラくれくれタコラってあったんだよ、何ですかそれ、何でも欲しがるって、もうそれじゃいやだから梶谷なんか本当に人気あったらしいよ、どこの球団欲しがってたんだろう、あの時もう いやどこでも欲しがってたと思う、皆さんちょっと小耳に挟んで、この選手と梶谷選手を交換だったらしいよみたいなのって、いやどこかな、まあ、結構あったっていう話だよね、だって欲しいですよね、いや欲しいよな、他の球団がそれだけ殺到するとさ、やっぱあいついい選手なんだってなんか気づく時ってあるよね、外から見てたらこんなに見えんのかって中入ったらこんなんだけどなみたいないや梶谷じゃないよ、はい、梶谷じゃなくてあの他の選手でもね、はい、改めて気づかされるというかさ、うん、あまりにもあるから出せないよこいつはって逆誰かなんとかしろよみたいな、まあ、そういうこともあるしね、そうですよね、だからまあ、阪神なんか江越なんかものすごい人気あったんでしょ、見たいですね、だからあると思うよ、でもやっぱり阪神側はやっぱり江越選手話したくないっていう、超いややっぱ化けると化け物みたいになっちゃうからね、なりましたからね今、まあまあ、まあ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 途中から、まあ、化け物まではあのでもホームランもね簡単に打てるパワーもあるし、うん、足は速い肩は強い、でもそこまで江越選手はやっぱ出したくない出したくないって言ってても、例えば上が変わったり監督が変わるとああやって現役ドラフトでもポンと出されちゃうものなんですか、まあ、そうだね、それってやっぱり上が変わったからなんですか、まあ、細川もそうだったと思う、ああ DeNA にいた時使わないんだったらくれみたいな、選手から出たいですっていう、あそれもいるよね、出せるんですか、いややっぱもう契約更改の時、あやっぱキャリアを積みたいと、ここで行ったらもう控えでしかならないと、うん、だから出してくれっていう選手はたくさんいるだろう、だから今回江越選手にしても細川選手にしても去年の現役ドラフトで行ってるじゃないですか、そう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 、ということはこの7月31まで1日までのドラフトっていうことの意味っていうのは、まあ、それまでの補強か、はい、トレードの意味っていうのはそこまでの補強、いや本当はね現役ドラフトっていうのは、はい、この7月ぐらいに行われる予定だったんだよ、はい、でもコロナの影響で伸びちゃったんだよね、そうだ、うん、それで11月になって新規から違うチームでやるっていうね、と、うん、いうことは本当この時期に現役ドラフトってあった、やってあげた方が選手としてはモチベーションは上がるよね、はい、2名まででしょ、出すのがね、はい、よしそこまで頑張っとこうみたいな、頑張って他のチームに行けるみたいな、そうです、でも出さないって言われたら、え現役ドラフトじゃないんだみたいな、かからない、まあ、沈む人もいるだろうけどね、そうですよね、うん、だから今はもう昔と違ってさ、うん、昔はなんかトレードって言ったら、うん、もうネガティブなこう夜逃げみたいな感じでこう行くようなイメージがあったけど、ね、はい、今はもうね、全然変わりましたね、輝けるところに行けるというね、うん、まあそういう希望があるよね、ありますよね、うん、だから出してくれっていう選手はたくさんいるんじゃないの、そうですよね、だってメジャーはもっと前から本当にプラスの意味でやっぱり優勝できるチーム優勝できないチームって分かれた時に来年の編成のためにこの選手はもうあげますよ、いやうち優勝したいからこの選手
行きたいですってあからさまに、まあまあビジネスだから、ね、うん、メジャーはでもそういう風になってきてるよね、ありそうですね、日本もね、やっぱならなきゃいけないしさ、うん、で自分をやっぱ高く評価してくれる、高くお金を出してくれる、はい、まあそこら辺をこう希望するっていうのはまあ当たり前の話になってきてるからね、はい、昔は少なくても、うん、他の球団行くんだったらもう自害しますなんかそんなイメージもあったよ、なんか昔の日本人の気質っていうか、そうですよね、一回この会社に入ったら、まあ、骨をうずめるみたいなのがありますけど、今ね、もう転職転職だったりキャリア積みっていうのはありますもんね。だから昔は何々班があったようにさ、はい、脱藩者とかね、なんか出されてるんだけど、なんかそんな負い目を感じながらありましたよね、まあまあまあ、そういうイメージがなくなっただけでもいいよ、うん、あとなんか最近言われつつあるのは、交流戦の時に一軍で試合出ないで落とされるのに一軍に上がってくる選手は、これはなんか品評会じゃないですけど、そのために上がってるっていう噂がそういううがった見方をするんじゃないよその戦力として上げてるわけだから、あの今年になった広岡選手とかも上がったのにあんまり試合出ずにすぐ落ちて交換になったので、ファンの間では交流戦でいきなり一軍に上がってきた選手はちょっと危ないぞ、危ないというか怪我がないぞみたいな、そうなんか呼んでるんじゃないかみたいなのも今言われたりはありますけどね、都市伝説みたいな、まあまあ確かにね、そういう駆け引きはあるだろうけどね、うん、多少なりとかね、うん、まあだけど戦力として呼んでると、そういうことですもんね、はい、はい。